ずっと僕海外の方に行って、はい、香港、上海が去年は英語だったんですよ、うん、上海がちょうど10年間あ、そんなにですか。はい、美味しい、飲みやすい感じのフルーツビール感じ、うん、なんでまた日本に戻ってこられたんですか。上海の10年間契約を終えて、それから次のステップとして考えると、はい、日本だったので、うん、はい、昼間で取れたマズラハニですね。マズラハニ。ちょっと少し火入れてますけど。おいしい。結構しっとりしてますね。油を感じます。鴨のフライでございます。蒸して2日半から3日ほど蒸してから、上はちょっと炭で焼いて、今まで細かいパン粉つけて揚げております。干してるからなのか、味がすごい濃いですね。ブラックサイン普通の茶碗蒸しじゃなくて旨味を重ねた贅沢な三重層、白子も入ってる、焼いたまだらの白子です。ということで牡蠣の鍋棒でございます。味噌入ってないですね、おすぎち醤油ですね。美味しいですね。濃ゆいこのコンソメでございます。半分くらいになりましたシャリを入れますので、おお、スッポンとシャリっていうのは初めてが、やっぱり力強さがあるというか、紫ウニですね、北海道のアニシエとラウス、文字用で縦地を作って、そこに煮切り醤油の薄口を入れるんですよ。軽く出汁漬けぐらいにするんですよね。で、アクを抜いて、で、苦味を取って旨味を凝縮してるっていう。なんでこういう風にやるのかっていう、上海でいろんな地域からウニが入ってきた時に、同じレシピでやってるのに同じ味にならなかったんですよ。境目だと。で、上がった138キロの本マグロの瀬戸の部分ですね。美味しいっす。贅沢ですね。香りが塩とすだちですか。そうですね、はい、もじ塩ですね。ねっとりと、はい、で後半甘くなります。ねっとりさはあるけど、コリッとした食感も残ってる。塩で余計に甘みが引き立つ。海外の方と日本のそのお客さんの食の分かりやすいなんか違いとかってあったりしますか。赤身よりは中トロ、中トロよりは大トロっていうのが外国の方、はい、受けがいいですね。はい、この上海で僕10年間やらせていただいた時の10年間の変わりっていうと、最初は大トロなんですよ、はい、で大トロから中トロなんですよ。中トロから赤身いって、赤身からカツオに行くんです。美味しいものを舌が超えてきて、よりマニアックなところ、マニアックなところです、はい。しっとり口どけがいいですね、赤ツオ。柔らかいのでシャリの方は少し少なめにして、はい、フランスの日本の上のバーの人間詳しいんで、ワインバーなんですね、上が。そうです、はい、香りがいいわ。いかに一夜干しでございます。タイの白ワインなんてすごい贅沢。うん、美味しい。噛まずとも一瞬で溶けてきますね。続いてなんですけれども、あんきもです。あんこが乗ってます。身の方、ネギと一緒に。もうあんこ弾力がありますね。うわー、すごい濃ゆいソースが。こちら、シャリが入って黒胡椒入ることによってインパクトというか、そのアクセントが変わってくるんですけど、もうぐる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 混ぜていただいて、とろっときたなと思ったらそこ召し上がってください。すごい洋風な味わいに変わる。イカザメを軽く締めました。白板昆布、そう、白板昆布、白板昆布を銅板入れて
銅を入れると翡翠の色に色が変わるんですね。そうです、はい、美味しいです。昆布に当ててるから旨味が強いです、ね、食べ応えがある。ここの亀結構寝かせてます。ブリ、はい、北海道のブリ薄く切って重ねるんですね。はい、金ごまですね、国産の油。包まれてる、ブリ超うまい。海外のお客さんって全体の何パーぐらいですか？6月1日からオープンさせていただいて、おそらく3パーぐらいだと思います。もう半分から多分インバウンドで長崎対馬の大物アラを煮てそれから蒸してます。強すぎなくて美味しいです。ちょっと濃すぎないというか、あります。出汁感が多分結構強いの。で山椒ですか？はい、それからアナゴの頭と骨を出汁で煮詰めて、アラ汁エスプレッソ煮立ててアラプレッソ。濃ゆい、美味しい。店名ってこれ何て言うんですか？ムカウです。ゼロイチを作るというところで、今までないものをチャレンジしていきましょう、前を向いていきましょうっていう意味合いです。店名店名かわいいな。赤身と中トロの間ぐらいでいいでしょ。これが中トロから大トロの間ぐらいだとギトーってなるんですよ。シソがまた入れてよかった。ありがとうございます。ふわっと香る自家製のかずチップス、スパイスよ。口直しにいいっすね。おいしい。すだち一滴だけ。シャリの方にお砂糖とお塩を控えてるんですよ。だからミル貝の甘さが後半立ち上がると思うんですよ。ミル貝って感じ、香りが。おお、かなり咀嚼系ですね。この37ぐらい。芯は残ってないですよ。でもアルビンテ感はどこで出すかって言ったら温度です。これを下げるとリゾットになります。僕はね、これ逆アルデンテって言うんですよ。外が少し歯ごたえがある、でも中が少しふわっと柔らかい。これはもっちりですね。これ日本人が好きな食感。最後、グラムですね。はい、ミーアが和三号ですね。ありがとうございます。全然黄色いのが最後、卵焼き出てくると思うんですけど、そのちょっとデザート風に朝食みたいな、しっとりした卵焼き。最後上にかけてたのはこちらのみりんです。シャモの昆布当て、昆布ですね。当てる時間でこの状態をこう握る前に割り図があるんですよ。甘酢の皮目だけを拭うんですよ。そうすると皮が溶けるんで、ぱっと見ちょっと系統的には生のメヒカリっぽい感じでは。そうですね、シシャモってこんなに脂あるんですか？あります、あります。脂がすごい感じる。何枚付けですか？4枚。これは肌感で溶けてるんで、あとは食べてとろけていただければ。ニシンってやっぱりこのフォルムが肉肉質があります。ですね、弱っちい感じじゃなくて、ちゃんとなんかしっかり。すごいフォルムだ。やっぱりちょっと独特ですよね。独特ですね。この質感とちょっとコリッと皮目の感じもあって、圧倒的な脂、香り、うん、ちょっとやっぱり他の魚にはないですね。ないですよね。僕はそれをジビエって表現するんですよ。いいですよね、動物的な感じの。こう日本の方と海外の方がこう入り混じって
で、この大将のキャラクターの軽快なトークも含めて、なんか国際交流ができるっていうのは結構。そうね、一期一会、リラックス、あとはその、今後につなげるようなきっかけになればいいかなっていうのはあります。ここを土台として、踏み台として、何かしら、なんかどっかに引っかかってもらったら、いいなっていう、そういう感じです。